はいどうも、中二病のおっちゃんこと北海道田市在住大久保克也41歳です。よろしくお願いします。はい、ということで毎週月曜日恒例ジャンプの感想と読者アンケートなんかを話していきたいと思います。今週はジャンプ2021年13号ということで、表紙がマッシュルの1周年おめでとうということで、シュークリームがめちゃくちゃ美味しそうだなと思いました。今週は短編の読み切りが2作品出てましたね。デリートという作品と人間の歌という作品ですね。デリートに関してはまあなんかちょっとオチもっていう感じのね、ちょっと怖い感じですね。で、人間の歌はなんか不思議な感じでしたね。チェンソーマンのつなぎの回みたいな、なんかそんな感覚を得ました。2作品とも独特の世界観で、最近の漫画家さんは本当にすごいなってことを改めて感じました。ってことで感想の方行ってみたいと思います。まずはですね、関東から、そして1周年おめでとうということでマッシュルですね。まあ、今回の話はっていうと、ザマッシュルっていうようなね、これぞマッシュルみたいな感じの話でしたね。まあマッシュのね、登場もめちゃくちゃかっこよかったし、そしてね、フィンもお前なかなか根性あるじゃんっていうところも見れたし、よかったと思います。そして今週を読むと、これからはやっぱり杖がね重要なポイントなのかなっていうことを感じます。そしてワンピースはサンジとロビンいいなと思いましたね。サンジが素直に助けを求める、それに応えるロビンっていうね、本当の仲間っていうのはこういうことなのかなと思います。まあそしてね、ブラックマリアなんですけど、まあこれやったことない人は全く伝わらないと思うんですけど、ダークソウルのクラーグにしか見えないっていうね、まあそこら辺やってるのかな小田先生はね、ってことを感じました。はい、そして次は僕のヒーローアカデミア、ヒロアカですね。まあ今回も公安って言葉が出てきましたね。なんかちょっと性格悪そうな、ものすごく強い公安の人たちがこれから出てくるんじゃないでしょうか。あとはですね、ホークスがかっかっこよすぎて、なんだろうな、イケメンすぎるし、なんかね、僕の勝手な予想ですけど、死亡フラグ感がものすごく漂ってるなぁとは思います。そして次はアイテルシーですね。まあ、この漫画推理ものなのかなと思ってたんですけど、ここまで読む限り推理要素っていうよりかは、犯人はすぐわかるけど、その犯人の心理を読み解いていくっていうところがメインになっていくんですかね。まあ、格闘なんかも出てきてるんで、これからね、この漫画どうなっていくんだろうっていうことはものすごく思ってますね。はい。まあ、そして次は逃げ上手の若君ですね。先週イノシシと言ってしまったんですけど、イノシシではなかったっていうね、古代の生物ってことが分かりましたね。まああれを見るとちょっとイノシシのお肉が食べたいななんか思いましたけど、そしてまあみんなのね、透明をつけようっていうところでね、みんないろいろな意見がありましたけど、万年野党はちょっと面白かったなと思います。てなことでいろいろ話していきたいところではあるんですけど、読者アンケートのねランキングちょっと発表していこうと思います。ということで今週の第3位はこちらの作品になります。ドゥルルルルルでね、夜桜山頂の大作戦、おめでとうございます。いやー、夜桜さんちに関してはこの下りになってからめちゃくちゃ面白いですね。今全身武器人間と心臓の戦いってことなんですけど、まあウコンっていう武器が出てきて、まあ何にでも形を変えられるっていうね、まあ心臓ならではの使い方ができると思うんですけども、まあこの武器だけでもね最強すぎるだろうと思うけど、来週ついに心臓の開花が見れるということで、なかなかな力を持っていそうな感じでしたね。本当に来週が楽しみで、そしてね、この兄弟たちの開花の下りみんな出てくるのかなと思うんですけども、京一郎の開花ってとんでもないことになってそうで、そこら辺もちょっと楽しみな次第でございます。続いて今週の第2位はこちらの作品になります。ドゥーでね、ドクターソン、おめでとうございます。いやー、ついにですね、スタンリーたちとの戦いが始まるっていうことですね。司、氷河、琥珀の現段階の最強トリオ対アメリカ軍のプロの戦闘集団っていうことでね、これはどういう戦いになっていくのかなっていうのは気になるところでありますね。竹槍で戦車に勝てるのかみたいなところもありますし、なんかね、ちょっと戦国自衛隊的な要素もあってね、近代兵器にあの槍たちでどうやって戦っていくのかっていうのも本当に楽しみだと思います。まあただね、スタンリーはめちゃくちゃ強いと思うんでね、そこら辺はどうなっていくのかなっていうのは気になるところであります。本当に来週が楽しみだと思います。それでは今週の第1位発表していきたいと思います。今週の第1位はこちらの作品になります。ドゥルーデデン、クーロンズボールパレード、おめでとうございます。
今週のねこの漫画を読んで僕はやられたと思っちゃいましたね。いや僕もね一緒のような話をこうサッカーだったんですけどちょっと考えてて、まあ僕の得意なね脳内漫画なんですけど一切絵を描けないんでね脳内でこう漫画を描いていくことしかできないんで何作品かあるんですけどね、そのうちの一作品が僕はサッカーで丸かぶりの設定だったっていうね、まあ僕は主人公をちょっと監督にしようとは思ってたんですけど、昔日本代表で怪我で落ちぶれて今は屋台を引いている元日本代表のもとに学校の校長が来て監督になって、いろいろこう問題があって高校に行けなかった人たちを集めて高校サッカーで優勝していくみたいな漫画面白そうだななんてことをね脳内で考えていたんですけど、ほとんど設定が丸かぶりでやられてしまったと思いました。いやーこれからですね一癖も二癖もある選手たちが集まってくるんじゃないでしょうか。本当にこれからの展開がですね悔しくもあり楽しみでもあるということで、今週の第1話クーロンズボールパレードにさせていただきました。皆さんはどんなような感じでしょうか。ということで今週も僕の独断と偏見で読者アンケートの3位から1位考えてみました。それではまた来週お会いいたしましょう。はい、ということで皆さんの貴重なお時間で最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。